はい、こんにちは、観音寺五郎です。今日もね、今日は一人で来てます。はい、ちょっとね、休みで時間あったんで来ました。お昼からです。もう今ね、2時、1時半ぐらいかな。はい、彼狙っていくわけなんですけど、釣り船いませんね。あんまり釣れてないからでしょうね。か、場所が違うのかもしれない。ああ、ちょっと船橋方面、幕張方面に走っていってもいいかなとは思うんですけど、どうでしょうね、わかんないですね。餌をね、つけます。餌つけてます。今日は竿を5本、いつも通り準備してます。赤い染めと青い染め、釣り具屋のね、店員さんに聞いたらね、色はね一緒、色はね違うけどね、味は一緒だよって言ってたね。そうかもしれないけどね、なんかこうアピールとか違うかなって。で、よいしょ。なんかね、普段ね、周りに釣り船屋さんいるんですけど、いないんですよ。ポイントがね、違うのかもしれないんだけど、探します。これずっと探してる。探します。いない。ノリ棚で見えない。アンカーだな。ダメダメ、暑い、マジで暑い。なんかカレーはね、今年5回目です。5回目、うん。1回目は大石くんと2人で釣れなくて、2回目はデカパンチュが釣れて、3回目は私がパロパロパロと、ね、5枚ぐらいあげて、高橋さんが2枚、4回目は昨日で、私が1枚ですね。で、まあ、午前中シーバスとかね、カサゴを狙いに行ったんで、まあ、午後3時間ぐらいしかやってないんですけど、で今日は神社、昨日の余りの餌がたくさんあるんで、もらいました。分けてもらいました。でそれ使って今日やってます。ちょっと場所移動した。これなんか動かしましょう。動き出した。少し動いてる。竿がね、仕掛け引きずってるもんね。あ、切れた。こいつよね、この丸いね、なんかね、ホヤみたいなやつがね、白ホヤ。いっぱいつくんじゃないの、これがね。こればっかりよ、こればっかり。これがね、針に刺さると食わないもんね、普通に考えて。こっちもついてるからね。たまに揚げてやらないと、これがついてたら食わない。食えない、針がかりしない。塩が動かない。タレンタレンしかなってない。揚げ塩です。場所移動します。うん、別のポイント行ってみる。よし、ちょっとね、浅いとこ来ました。ここで水深8ぐらいかな。うん、まあ足元にね落としてね。こっちの2つはね足元だね。
重りちょっと浮かしてます。まあ潮がねあんまり動いてないんですよね。揚げ潮なんですけど流れませんね。さあどうでしょうね。これね、ここね4年前はね結構私なんか8枚ぐらい一気にねバタバタと言うまずめに釣った場所なんですけどね、もうちょっと早い時期だったかな、2週間ぐらい、でもこの時期でもねここで釣れてますんで、まあ年変わればねポイント変わっちゃうのかもしれないんですけど、誰もやってないもんね今年釣り船がね。その頃はね釣り船ずらーっと並んでたんですけど、さあ今何時だ、今何時ですか。今ね、もうすぐ、もう4時ですね。あと1時間。1時間ね、もう移動せずにここでね、粘ります。よし。はい。もう4時。お、何これ、何や。お、ちょっと重いんじゃない?あ、来てる。やべえ。あ、待って。バレたかな?あ、来たよ。あ、バレた。あ、すっぽ抜けた。あ、バレた。バレた。今完全に来てたよ。すっぽ抜けた。もたもたしてたら。今当たったよ。ブルブル来てたよ。あ、うまくできなかった。もう撮影はなんか二の次の方がいいな。釣りに集中できないもんね。風の向きが変わった?はい、それじゃあですね、これにて動画片付けて帰ろうと思います。あー悔しい。はい、また来ます。はい、なかなか痺れるね。釣れないのかな。いやでもね、今日もなんか超過情報、地元の釣り船屋さん見たら0から2匹ですね。1日朝7時ぐらい、7時半から15時までやって、こんな感じなんで、まあ仕方ないでしょ。どこでやってんだろうな、わかんないです。でもこの辺りです。いなかったな。はい、お疲れ様です。当たってる。よしよし、乗った。よし、乗った。よし、おし。あれ、なんか違うぞ。普通にすくおうか。ほら、シーバスやん。さっきのシーバスだったのかな。あ、
来たかと思ったのに、お前か、さっきのも。あ、でもまあ、いや、やったー、シーバスだ。やったよ。ほら、いやー、どうしよう。持って帰るか。持って帰ろう。よし。ちょっとこれバケツに入れよう。まあ、冷たいで手がかじかんじゃう。はい、はい。はい。入ったー。よいしょ。これね、今夜刺身で食べましょう。よし、頭からトントントンと。あ、入った。はい、入りました。よし、よし、じゃあもう片付けて帰りたいと思います。ね、よし、帰ろう。今度こそお疲れ様でした。帰ります。また。